はい、こんにちは。ゲーム実況をしております、本村と申します。今日もよろしくお願いします。はい、では今日はですね、ハグムとモカのキャラのガチャが今日から来ましてですね、そちらの2人の精神強化内容についても詳細が出ておりましたので、まあ、私の個人的なまた感想を含めて紹介していこうと思います。ではまずはハグムの精神強化から見ていきましょう。固有スキルがチャージ後ダメージアップ4。ブラストダメージアップ3、自分1ターンのチャージまでが8ターンということで、まあ、ハグム自体のディスク構成が A1 枚、B2 枚、C2 枚ということで、CCB の方が打てるということでですね、まあ、このスキル内容についてはしっかり噛み合っている内容だと思いますので、まあ、かなりいいスキルなのではないかなとは思いますね。では次に固有アビリティの方を見ていきましょう。上から MP 獲得量アップ3で下にズンズン行ってもらって、チャージ後ダメージアップ4&チャージディスクダメージアップ3と、チャージディスクダメージアップ3、チャージ後ダメージアップ2、対魔女ダメージアップ3、チャージコンボ時チャージ数プラス1アップ、確率でクリティカル2、確率で回避無効3、確率回避2ということで、まあ先ほど言った通りディスク構成が C2 枚の B2 枚ということで、まあチャージ後ダメージアップもしっかりここら辺で噛み合っているのと、チャージディスクダメージアップもここで噛み合っているということで、ここら辺はいいんですけれども、対魔女ダメージアップが相変わらずこれは少しいらないかなって思うのと、チャージコンボ時チャージ数1っていうのが自分だけではこれを発動することができないと、チャージが2枚だけなので、なので自分の持っていっているキャラの C を借りてやらなければいけないので、ここら辺はあまり考えなくていいのかなというふうには思いますね。まあ MP 獲得量アップもここら辺はおまけ程度で考えていただければいいと思います。まあ、なのでハグムは基本的にスキルとこのチャージ後ダメージアップ、チャージディスクダメージアップと、まあ汎用性の高い回避無効と回避を持っているっていうところが、まあ、重要な部分になってくるところですかね。まあ、ハグムについて少しおまけの情報として、まあ、ハグムは一応アタックタイプということで、非属性のアタックタイプといえば強固がいるんですけれども、まあ、そちらの方と少し比較いたしましてですね、まあ、ステータスの方は今出ている通りで、ハグムの方が HP が22025、アタックが10016、ディフェンスが7306、で強固の方が HP が22580とアタックが9592、ディフェンスが7268ということで、まあ比較していただければわかるんですけれども、まあ、HP の方が500、強固の方が上、アタックの方は500、ハグムの方が上、ディフェンスの方が40ぐらい、ハグムの方が上ということで、まあアタックタイプなので HP が500程度変わるぐらいなら耐久面に関してはそれほど差異はないので、やっぱりアタックに振っていた方がアタックタイプは当然強いので、純粋にもう1万超えているハグムの方がステータスだけで言えば強いんじゃないかなというふうには思いますね。じゃあハグムの方がステータスが高いならハグムだけ使ってればいいのっていう話なんですけれども、まあそうではなくてですね、まあ、瞬間火力を出したいなら強固を使う、継続的な火力を出したいなら、まあ、ハグムを使うっていう感じでいいのではないかなと思うんですよね。まあ、強固はブラスト3枚持ちなんで、ブラスト3枚持ちの子たちと組み合わせてあげれば、まあ、それなりには強いんですけれども、結局強固の精神強化内容ってスキルにブラストダメージアップは持っているものの、アビリティで特質そこまで火力を上げられるものってほとんど持ってないんですよね。なのでブラストが引けなかった時点で強固自体の火力ってそこまで出ないんですよね。なのでブラストを引けた時の瞬間火力としてはかなり高い状態にはなるんですけれども、まあ継続的に使うなら、まあ、強固よりもハグム寄りなのかなとは思うんですよね、私的には。まあ、コネクトは攻撃力アッププラスチャージ後ダメージアップがあるので、仲間に対しても、まあ、どのディスクが来ても火力を上げることができると。精神強化内容の方は先ほど見てもらった通り、まあ C ディスクダメは CDE が来ないとダメなんですけれども、チャージ後ダメージアップは B が来てもいいですし、まあ A が来てもそれなりに火力は出るようになるんで、まあここら辺でどのディスクが来ても、まあ総合的にダメージを上げられるのではないかなと思いましてですね、まあ結果として先ほど言った通り、
まあ、瞬間火力を出すなら強固、継続的なダメージを与えたいならハグムっていう使い分けでいいのではないかなと個人的には思っております。では次にモカの精神強化内容について見ていこうと思います。固有スキルがチャージ後ダメージアップ7、味方全体1ターンのチャージまでが8ターンということで、まあ自分だけではなく仲間全体にこのバフをかけることができるので、まあ C3 枚持ちのつくよとか、まあ、そこら辺と組ませてあげるとここら辺が活かされるのではないかなと思いますね。では次に固有アビリティなんですけれども、まあ、上から見ていっていただいて、アクセル MP アップ3、チャージディスクダメージアップ2が2つ、チャージ後ダメージアップ2、チャージコンボ時チャージ数プラス1アップ、ダメージカット2、確率でスキルクイック3ということで、まあアビリティの内容については、まあハグムと似たような感じで、まあモカも、ディスク構成が A2 枚、B1 枚、C2 枚ということで、一応 CCB も打つことができると。まあ、C2 枚なんで C ディスクダメが一応使える可能性があると。で、チャージ後ダメージアップも一応入ってるので、CCB の火力は上げられると。で、アクセル2枚持ってるんで、意外とこのアクセル MP アップも活用できるんじゃないかなとは思いますね。ただやはりモカもそうなんですけれども、チャージコンボ時チャージ数1アップっていうのが自分だけでは発動することができないので、まあ、ここら辺が少し違うものでもよかったんじゃないかなとは思いますね。まあ星4止まりということでダメ化で少し耐久力上げて、まああとは確率スキルクイック3ということで、まあ2よりも確率は高くなってるんで、まあここら辺がついてることによって、まあ、星4止まりのキャラでも、まあ、スキルを打ってメモリアですね、メモリアのスキル打って耐久をするか、さらに火力を上げるかという選択ができるので、まあいいアビリティなんじゃないかなと思いますね。まあ正直モカの方は自分のステータス自体が当然星4止まりなんでそれほど高くないので、まあ自分がどうのっていうよりもやっぱりタイプがサポートタイプっていうのもあってですね、コネクトがチャージ後ダメージアップ9、チャージディスクダメージアップ9、アクセルMPアップ6ということで、かなり、まあ、C を生かしたものになっている。しかもアクセルMPアップ6ということで、マギアを貯めさせてあげられる、仲間の MP を貯めさせてあげることができるっていうところも、まあ、強みだと思いますし、しかもなんだかんだ言って自分がマギアを打てた場合はですね、まあ、マギアの内容が横方向にダメージアップ5、チャージ後ダメージアップ全体3ターンに確率スキルクイック全体1ターンということで、まあ割と面白い内容になっていますよね。自分だけではなく仲間にスキルクイックとチャージ後ダメージアップ3ターン全体振りまけるっていうところは、まあ、かなり強みなので、まあ、ここら辺を活かせるようなパーティー構成にすると、まあ、確率とはいえ発動したら優位に戦いを進められる状態になる可能性はあるんで、まあ、耐久パーティーを作れるようであれば、まあ、こういったキャラを編成して使ってみるのも、まあ、面白いかもしれませんね。はい、というわけで今回の追加されたキャラの紹介は以上となります。まあ、今回の2人はチャージディスクに関しての、まあ、スキルやアビリティが含まれている内容が多くてですね、まあ、今までチャージはっていう話がずっと出てたと思うんですけれども、やっぱチャージディスクダメージアップとかが実装され始めてからは、まあ C のディスクも捨てたもんじゃないというところが、まあ皆さんにも伝わっているのではないかなと思うので、まあ皆さんの手持ちの中で C のディスクが3枚持ちが多いとか、そういう風な感じであれば、まあ今回のこの2人のキャラは、まあそういった編成にはかなり、まあ、活かされると思いますので、まあガチャしてゲットした際は使ってみてはというところですね。では今日はこんなところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。